3.5L ローバー V8 エンジンローバー V8 エンジンは V 型8気筒のガソリンエンジンであるアルミニウム製のシリンダーヘッドとシリンダーブロックを持つゼネラルモーターズによりオリジナルが設計され後にイギリスのローバーにより再設計された数十年にわたりローバー及び他のメーカーの幅広い自動車に搭載されたエンジンマネジメントシステムは主に ルーカス14カックス及び後に OBD2 に準拠したジェムズが組み合わされた。ローバー V8 エンジンは1961年にビュイック215エンジンとして誕生した。コンパクトなアルミニウムエンジンは 114kg と軽量かつ高出力であり、ビュイックの最もパワフルなバージョンで 149kW、オールズモビルのターボバージョンで 160kW に達した。 発表された販売台数からすると、このエンジンは成功であったと言える。ビュイックはこのエンジンを搭載した車をわずか3年で376,799台販売した。オールズモビル215エンジンも匹敵する数が生産された。さらに、いくつかのポンティアックモデルにも、ビュイック215エンジンは搭載され、BOP215 エンジンと呼ばれた。 しかしアルミニウムエンジンは相対的に効果であり、オイルやクーラントのシールの問題や、不凍液とアルミニウムの相性によるラジエーターの目詰まりの問題も発生した。結果、ゼネラルモーターズは1963年以降のすべてのアルミエンジンの生産を中止したが、ビュイックは同様の鉄製バージョンのエンジンを1980年まで生産し、そこから派生した。 V 型6気筒エンジンは2008年まで生産され、非常に長く成功したエンジンだと言える。1964年1月、ローバーは、アメリカの責任者であるジェイブルース・マクウィリアムズに、ローバー社のためのアメリカの V8 エンジンの購入の可能性を調査する許可を与えた。この話は一般には、マクウィリアムズが、マーキュリー・マリーンに、ローバーのガスタービンエンジンとディーゼルエンジンの販売の、 営業をしていた時に、ビュイック V8 エンジンを最初に見たと言われている。しかし、マク・ウィリアムズがそれ以前にビュイックエンジンを知らなかったとは考えにくい。いずれにしても、マク・ウィリアムズは軽量なビュイック V8 エンジンが、英国車に理想的なエンジンであると気がついた。マク・ウィリアムズとウィリアム・マーティン・ホーストは、ゼネラル・モーターズに対し、エンジンを売る。 よう積極的な営業を開始し、最終的に1965年1月に合意に達した。退職した、ビュイックのエンジニアであるジョー・ターリーがイギリスに、コンサルタントとして移籍した。ローバー車だけでなく、このエンジンはローバーから、小さなカービルダーに提供され、幅広い車に搭載された。ローバー V8 エンジンは、モーガン、TVR、トライアンフ、ランドローバー、MG、 その他多くのモデルに搭載された。イギリス車で最初にこのエンジンが搭載されたのはワーウィックであり、ビュイックから直接購入され、ワーウィック 305GT に搭載された。軽量かつ高出力のため軽飛行機にも搭載された。ローバー V8 エンジンはアメリカにおける、シボレースモールブロック V8 エンジンと同様、イギリスでは長い間ホットロット向けのエンジンとして、 標準的なエンジンである。アメリカにおいても MG、MGB や、シボレーベガのような小型スポーツカーのためにビュイック、もしくはローバー V8 エンジンを採用するビルダーもいる。鉄ブロックエンジンに搭載されていたアルミニウム製のシリンダーヘッドとロングストローク用のクランクシャフトは、小さな変更により、ビュイック215エンジンや、ローバー V8 エンジンのシリンダーブロックに搭載でき、 高出力かつとても軽い V8 エンジンになる。となる。2005年の MG ローバーの倒産により、40年にわたるローバー V8 エンジンという名前の終焉となった。最後の本物のローバー V8 エンジンは、ローバー SD1 に搭載され、それは後に、ホンダ V6 エンジンを搭載したローバー827に置き換えられた。BMW により、フォードに売却されるまで、 ローバー V8 エンジンはランドローバーの元に残った。ランドローバーはエンジンの生産を継続望み、製造会社である MCT の元ウエストンスーパーメアで生産が再開された。ランドローバーはジャガーアージ V8 エンジンに切り替えているが、MCT はアフターマーケット及び交換仕様のためにエンジンを供給し続けている。ビュイックの設計に基づいた。 ローバー V8 エンジンはローバーにとって最初の V8 エンジンではないこともまた興味深い。当時のローバーはガスタービンエンジンの開発との技術的違いを抱えており、ウィルクスはロールスロイスと技術交換の契約を結んだ。ガスタービンエンジンのプロジェクトはロールスロイスのものとなり、ローバーはセンチュリオン戦車に搭載された。 V 型12気筒のミーティアエンジンの生産を引き継いだ。このエンジンのバリエーションとして 1801cc の総排気量のローバーミーティアライトエンジンが開発された。V12 のミーティアエンジンの3分の2の構成であり、ミーティアエンジンと同様の60度のバンク角を持つ。ミーティアライトエンジンは車両用、船舶用及び発電用として使われた。アルミニウムブロックが採用された。 このエンジンは最も軽量な V8 エンジンの一つであり、レースで使われるのは当然であった。ミッキー・トンプソンは1962年のインディー500でこのエンジンが搭載された車に乗った。1946年から1962年の間は、インディー500には単一銘柄のエンジンは導入されていなかった。1962年当時、 ビュイック215エンジンは33台の中で唯一オフフェンハウザー製ではないエンジンだった。ルーキードライバーであるダンガーニーは予選を8位で通過し、トランスミッションの問題でリタイアするまで92、ラップを走った。オーストラリアのレプコがこのエンジンを F1 用に改造した。総排気量を 3000cc にするためにストロークを6 1ト、mm、ルに短縮し、オフから、 タイチェシーに変更した。コンロッドはダイムラーの 2548ccv8 エンジンのものを流用した。レプコを搭載したブラバムは1966年と1967年の2回の F1 チャンピオンシップを獲得した。1968年のシーズンではレプコエンジンは新しい4バルブ DOHC を搭載した。これにより、 フォードコスワース DFV エンジンと同等のパワーを得たが、それはシリンダーブロックにとって限界を超えており、多くの場面で故障した。レプコはまたローバー V8 エンジンを4.2リットルにする実験を行い、大きな振動の問題があったにもかかわらずそれは成功している。このエンジンのローバーバージョンは、ラディーレース用に広範囲に開発、使用され、特に トライアンフ TR-8 にも採用された。最初のローバーバージョンは 3528cc の総排気量だった。ドアは 88.9mm、ストロークは 71.0mm。鉄製シリンダーライナーが圧入された、砂型鋳造ブロック、2つの SU キャブレターが搭載された新しいインテークマニホールドが採用された。ローバーのエンジンは、 1> 約 170kg の乾燥重量で、ビュイックのエンジンより重かったが、より耐久性があった。1965年に、ローバー P5 バイトに搭載され、118kW、5200rpm の最高出力と 280nm、2600rpm の最大トルクを10点後の圧縮比から達成した。搭載車種、1970年代後半。 ブリティッシュレーランドは第二次オイルショックの結果としてイギリス、ヨーロッパ、北米市場においてディーゼルエンジン搭載者の重要性が増すという認識となった。パワフルで宣伝され十分に経済的な新型のディーゼルエンジンが必要であると決定された。しかしタイトな開発資金のため既存のガソリンエンジンをベースとして使用する必要があった。アイスバーグと呼ばれる ディーゼルバージョンの3.5リットル V8 エンジンの開発プロジェクトも含まれている。BL はエンジンを開発するためピーターバラのパーキンス、エンジンズと提携した。自然吸気バージョンとターボチャージドバージョンの両方が生産され、両方ともスタナダインの機械式燃料噴射装置が使用された。自然吸気バージョンで約100馬力ターボチャージドバージョンで 約150馬力の最高出力を得られた。アイスバーグエンジンは、レンジローバー、ローバー SD1、ジャガー XJ への搭載が予定されていたが、プロジェクトは合金製のシリンダーヘッドと内部冷却の問題に遭遇した。彼らは、ガソリンエンジンと同じ基本鋳造ブロックを使う、必要があり、コスト削減のためアイスバーグエンジンを、 同じ生産ラインを使って生産する必要があった。これらの問題が克服される可能性がなくなり、プロジェクトは BL の再編、特にランドローバーとローバーの分割に伴う財政的、物流的問題に遭遇した。1982年、ランドローバーは V 型8気筒エンジンの生産を引き継ぎ、アコック。 S グリーンにある BL の主力エンジン工場から、ソリハルの他のランドローバーエンジンの生産ラインの隣に建てられた、はるかに低容量の生産ラインに移動した。これは、ディーゼルバージョンのエンジンを生産する余力がないことを意味する。それに加え、北米の大型ディーゼルエンジン搭載車のマーケットが、期待通りに成長していないことも明らかになった。1983年、BL は、 最終的にプロジェクトから撤退した。パーキンスは当初単独でプロジェクトを推進することを決め、産業用電源エンジンとしての宣伝用パンフレットも制作したが、1983年後半には BL はすべての技術的サポートを撤回し、アイスバーグプロジェクトは終焉した。BL のパーキンスとの他の提携はプリマユニットとして非常に成功した。BL は SD1 よびレンジローバーに搭載するため、VM 元トから2 5リットル4気トターボディーゼルエンジンを購入した。3.9L ローバー V8 エンジンランドローバーは1990年代を通じて、ローバー V8 エンジンの 3946cc バージョンを使用した。ボアは 94.0mm、ストロークは 71.0mm であった。 最高出力は 170PS 4550rpm となり最大トルクは 29.8kgm 3250rpm となった。日本市場でのエンジン形式は 38D 型と呼ばれる。クラシックレンジローバーの1993年モデルに搭載されたバージョンは 180PS。 4750rpm の最高出力と 31.8kgm3100rpm の最大トルクを達成した。日本市場でのエンジン形式は 36D 型と呼ばれる。1995年、新しい旧配備システム、ブロックリブの増大、ピストンの改良、大きなクロスボルトのメインベアリング等の改良が加えられた。 1995年バージョンは 190PS 4750rpm の最高出力と 32.6kgm 3000rpm の最大トルクを達成した。日本市場でのエンジン形式は 42D 型と呼ばれる。2001年4.0の生産が終了した。ランドローバーディスカバリーで使用された最終バージョンでは185。 PS4750rpm の最高出力と 34.7kgm 2600rpm の最大トルクを達成した。日本市場でのエンジン形式は 58D 型と呼ばれる。搭載車種1980年代初頭 TVR は 350i の後継のエンジンのためアンディ・ローセにアプローチした。 彼は3 9リットル v 8エンジンをベース用に開発し、それをローバー SD1 に搭載し、成功を収めていた。様々な理由によりローセのバージョンは採用されなかったが、コンセプトは別のエンジニアリング会社に渡され、3.9の特別なバージョンが開発された。このユニットは9 3 5ト、mm、ルのボアを採用した結果、 排気量は 3905cc に増加した。先端がフラットなピストンとリフト量の多い、カムシャフトにより10.5の圧縮比となった。TVR は 275hp であると主張したが、一般的には無視されており、240hp を超える出力を達成した。エンジン生産の大部分はノースカブンドトリー川崎によって行われた。NCK は後に、 TVR により買収され、TVR パワーとして知られる TVR の一部門となった。およそ100台の車が 3905cc エンジンを使用して生産され、当時のレンジローバーの 3948cc エンジンのベースとして提供された。搭載車種ランドローバーはクラシックレンジローバーの LSE 仕様として 3946cc エンジンを拡張した。 4.2リットルエンジンは 4275cc の排気量を持ち、失敗したアイスバーグディーゼルエンジンのプロジェクトから鋳造クランクシャフトが採用された。ボアは 94.0mm と同一だが、ストロークは 77.0mm に増加した。最高出力は 200PS4850rpm となり最大トルクは34.6 KGM 3250rpm となった。日本市場でのエンジン形式は 40D 型と呼ばれる。搭載車種 TVR の子会社である TVR パワーはグリフィスとキ君ラのためにローバー V8 エンジンの派生系を開発した。ランドローバーの4.2リットルのエンジンと同様のミリメートルのストロークと94ミリメートルに増加したボアにより、 4280cc の排気量となった。4.0リットルバージョンも用意されていたが、グリフィスのいわゆるプレ、キャットバージョンは主にこのエンジンが使用された。君らは4.0リットルのエンジンと4.3リットルのエンジンが選択できた。少量のビッグバルブバージョンがあり、シリンダーヘッドがスポーツ仕様に変更され、4 3ト、mm、ルの 吸気バルブと 37mm の排気バルブがより、過激なカムシャフトプロフィールが採用された。1993年頃、ウェストフィールドセイトのいくつかのモデルが、ジョン・イールズの4.3リットルエンジンを搭載した。搭載車種、1973年、レーランド・オーストラリアは、国内専用車のレーランド P76 のために4416、 CC のアルミニウム V8 エンジンを生産した。ボア 88.9mm ストローク 88.9mm のスクエアエンジンであった。ブロックのデッキ高は延長され、158.75mm の長いコンロットが取り付けられた。この珍しいエンジンは 149kW 及び 380Nm を達成し、輸出が計画されたが、1975年、 ブリティッシュレランドのオーストラリア事業が閉鎖され、このエンジンの広範囲な採用はされなかった。搭載車種、あとの4.6リットルエンジンと混同しないよう、TVR キマイラに搭載されたエンジンは4.5と呼ばれる。ボア 94mm ストローク 80mm の 4444cc エンジンで、少量生産された TVR450 シックに搭載され、 レースバージョンは TVR タスカンチャレンジレーサーズに搭載された。ごく少量のグリフィス及び、君らにはこのバージョンエンジンが搭載され、450BV と呼ばれた。1996年、ランドローバーはローバー V8 エンジンを 4552cc に拡大した。ボアは従来の4.0リットルエンジンと同様の94.0ミ、mm、リメートルだが、 ストロークは 10.9mm 延長され 82mm となった。最高出力は 225PS4750rpm となり最大トルクは 38.7kgm3000rpm となった。日本市場でのエンジン形式は 46D 型と呼ばれる。2002年、イギリスのソリハルでの生産は終わった。 レンジローバーに搭載された最終バージョンは 218PS 4750rpm の最高出力と 40.8kgm 2600rpm の最大トルクを達成した。日本市場でのエンジン形式は 60D があったと呼ばれる。ローバー V8 のマスプロダクトでの最後の採用はランドローバーディスカバリーであり2005年まで使用された。 いくつかの独立系メーカーによるハンドメイドのスポーツカーでは未だに使われている。搭載車種5リットル 4977cc バージョンのローバー V8 エンジンは TVR の2つのモデルに搭載された。ボアは 94.0mm でストロークは 90.0mm である。グリフィスとキミイラのトップエンド仕様にこのエンジンが搭載された。 2 5 4キロワットの最高出力と 475Nm の最大トルクまで増大されている。搭載車種、また、1980年代半ば、ホットロッドは、ビュイック300エンジンのクランクシャフトと、新しいシリンダースリーブ、ビュイック以外のパーツを組み合わせることにより、215エンジンを5リットルまで拡大できることを発見した。また、 モーガンプラス8から高圧縮シリンダーヘッドを搭載することもできた。理論上は5リットルのローバーブロックとクランクシャフトを利用することにより 5208cc まで拡大できた。ありがとうございます。